CD や音楽配信などの売上額が2021年に最も多かった歌手たちに贈られる日本ゴールドディスク大賞が発表されアーティスト・オブ・ザ・イヤーの洋楽部門でビートルズが過去最多となる7度目の受賞となりました。